前橋刑務所正門前橋刑務所は、法務省強制局の東京強制管区に属する刑務所。歌舞伎官として、足利高知支所高崎高知支所大田高知支所の3カ所の支所を持つ。再犯者、暴力団員の短期処遇を目的とする男子刑務所。所長のもとに二部一家を持つ二部生である。群馬県庁本庁舎。 前橋市役所本庁舎から南方へ2キロメートル弱、利根川東岸間際に位置し、北方を両毛線が通過する。歴史の古い刑務所であり、明治時代の開設事故阻止外地から離れた場所であったが、その後の都市化振興によって、西側の利根川を除く三方を住宅地に囲まれる状態となっている。1960年の参議院委員会答弁でも、 すでに著しい老朽化と市街地立地の状況が認識され、早くから移転が取り沙汰されていたが実現することなく、収容能力の逼迫に伴い、現在地での収容旨新築などが進められた。現在でも市街地内の広大な一ブロックを占めたまま現在地に存続する。1888年建設で木造の旧雑居房は骨格こそ、 洋式の手法を取り入れながら、日本家屋のような瓦屋根の外観と、日本式の看望を備える過渡期の建築であり、現在は博物館、明治村に縮小移築されている。建設時の全体レイアウトは、監視塔を中心に4棟の獄舎が放射状に配置されるという、当時アメリカで研究されていた刑務所構造を取り入れた先レ例であった。 外堀に囲まれた赤レンガの正門、外壁は開設当初からのもので、細やかな部分に衣装が凝らされ、地元出身の詩人、萩原作太郎の詩の題材ともなった。旧、網走監獄と並んで、古典的な監獄のイメージにふさわしい外観や、かつて長期受刑者の収容先として知られた歴史などを合わせ持ったことで、映画のロケーションなどにも多用されている。 部分改築を受けつつも築造後120年にわたり、強要されており、群馬県近代解散に指定されている。ありがとうございます。